EA Sports. It's in the game. シーズンも折り返しに入ります。ここまでの結果はどうですか？悪くないシーズンを送っていますね。今のところ昇格を狙える位置にいます。サンテティエンヌボールで試合が始まります。遠藤啓太、ボールが狙われています。中山雄太、バビーカズリー、中に入れてきた。ディフェンダーがクロスボールを処理しました。いいカットです。一旦攻撃を防ぎます。中山雄太、遠藤啓太、決まるか。打ってきた。見事なコントロール。鮮やかなゴール。これはキーパーもどうしようもない。さすがにこれは取れないでしょう。いいシュートでした。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。開始後10分とちょっと、立ち上がりの大事な時間に失点してしまいました。フィールドの中盤でボールを奪いました。これは残念。ボールを手放してしまいました。板倉滉、中山雄太、ここのエリアは注目ポイントになりそうです。サンテティエンヌのボールでスローインです。チャンスは終わりません。リャド・ブデブズ、最高のクロス。カズリー、惜しくもシュートは枠の外。あそこからなら枠に行かないと。板倉滉、中山雄太、
遠藤啓太。素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。ヤン・オムビラ。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。これはオフサイドでしたね。もう少し動き出しを工夫すればパスが通りそうな雰囲気がありますよね。中山雄太。板倉浩。ボールを中盤で奪いました。ロマン・アムマ。ワビ・カズリ。決まるか。うなってしまう気持ちも分かります。同点とはいきませんでした。中山雄太。ボールはどちらにこぼれるか。マテュー・デュビッシー。前方に運びました。ドビッシー。ボールと人がうまく連動しています。いいパスが次々に通りましたが、ゴールにはつながりません。キーパーに戻して組み立て直します。中山雄太。板倉浩。しっかりとパスをつなぎます。ヤン・オムビラ。ワビ・カズリ。ロマン・アムマ。ここは簡単にボールを渡してしまった。これはオフサイド。この判定は大きい。中山雄太。ここはうまく取りました。よく見えてましたね。ヤン・オムビラ。サンテティエンヌの最後のひらめきはどう出るでしょうか。誰も見ていなかったですね。中山雄太。遠藤啓太。中山雄太。これはもったいない。ボールを失いました。最高のボールが出た。入りました。試合は同点となります。絶好のチャンスをしっかりと決めましたね。そこに至るまでの動きも素晴らしかったですね。いい選手です。こちらのカメラからの映像です。前半終了して1対1、両チーム1得点で折り返します。福西さん、前半のポゼッションに大きな差は出ていませんね。はい、前半を見る限りシュートの数も同じくらいでしょうか。ここまでは五分五分ですね。
この試合はどのような結末を迎えるのでしょうか。さあ後半キックオフです。板倉滉、遠藤啓太、ディフェンスボールを奪います。前に押し出します。三好浩二、サイドへ展開します。これ以上ないクロス、オフサイドの判定です。ところに出たリャド・ブデブズ、シュートはポストへ。出しどころが見つからないか。ボールが中盤でカットされました。カットしました。ここはどうするでしょうか。遠藤啓太、中山雄太、さあ味方も連動して動いてくる。クリーンなタックル、ボールを奪いました。しっかりと読んでましたね。ボールを奪いました。遠藤啓太、中山雄太、さあスタジアムのテンションが上がります。通った、いい形になる。これはチャンスだ。綺麗な弧を描いた。リードを奪いました。相手チームはショックを隠せません。このままの戦いを続けることができればいい結果につながると思いますが、気を張りすぎず気を抜かないことが大事ですね。クロスバーをかすめてます。キーパーもあれは取れませんね。バビーカズリドビッシー、ヤン・エムビラ、ロマン・アヌマ、カズリー、素晴らしいボールだ。素晴らしいセービング、コーナーを得ました。同点のチャンスです。選手の交代です。得点を取りに来たということでしょうか。エムビラ、危ない場面でした。はい、今のは危険でしたね。ボールはゴールラインを割ってゴールキックになります。
中山雄太、このチームはプレーの連携がよく取れていますが、練習中の風景や試合前の様子を見ていても統率も取れたチームですよね。監督と選手、そして選手間でもコミュニケーションがうまく取れているんでしょうね。お互いに何が求められているのかを理解していますね。中山雄太、遠藤啓太、うまくボールを奪い相手のプレッシャーを弱めました。ここは大きなチャンスです。何としても生かしたい。サポーターも湧いています。ここでゴールを決めれば流れを完全にものにできますね。素晴らしいクロスだ。このシュートは入りません。これは決めないと。サンテティエンヌ選手交代です。遠藤啓太、中山雄太、取る、奪った。このまま終わってしまうのでしょうか。中山雄太、さあ残り時間はわずか。追加点を決めて試合を決められるでしょうか。サンテティエンヌの選手に交代があります。前に出しましたが気を抜けません。このパスは通りません。これはさすがに読まれていました。スコアは2対1。試合終了のホイッスルが吹かれました。見事に勝利、最高の形で試合を終えています。これで降格圏から抜け出しましたか。大きな勝利となりましたね。